皆さんこんにちは、作家編集者のバーバラアスカでございます。ですね、今日は初めての試みとしてですね、徒歩ラジオということで、ただいま歩きながら、ただいまねこの音声を録音しております。本当は生で配信したいなとちょっと思ったんですけれども、なかなか生で配信しながら歩くのはなんて言うんですか、いろいろとねいろんな意味で人の目とかちょっとまあありますので、まあちょっといろいろね試行錯誤しながらやっていきたいと思いますけれども、はぁ、ちょっと歩きながらなので時々ぜいぜいはぁはぁというのを言うかもしれませんが、ちょっとご容赦くださいませ。結構なんか今話しながら歩いてると結構体力使いますね。いやいや、最近私がバイク乗りということは皆さんご存知かと思いますけれども、本当にねバイクって乗り始めるともうあれは癖ですね。本当自分の足見たくなっちゃいまして、5分で済むところもついバイクに乗って行ってしまうと。特に今日今テクテク歩いてますけれども、駅からの帰り道ということで、通常だったらバスに行っちゃうんですけどね、ちょっと今日初めての試みということで徒歩ラジオというのをやってみようと思ったんですが、今持ってる、ゲラの束といいますか、なんていうんですか、出版業界の人間は重い紙の束というのを持ち歩く機会が結構多いんですけれども、それがですね結構重いんですわ。今日もちょっと今やってる本がですね、1000ページの本というものでして、まあ、1000ページのゲラというのはですね、実は1000ページの本より重いんですよ。どうしてかと言いますとですね、何ですか、裏表印刷してないんですよ、ゲラっていうのは。例えば、英語の本でしたら、見開きのページをですね、1枚の B4 の紙に印刷するわけです。なんで英語の本が見開き印刷して、A4 でないのかと言いますと、それはトンボというものが入っているからなんですけれども、トンボというのはですね、すいません、歩きながら話すというのは意外にいろいろ大変なのだなというふうに今しみじみ実感しておりますけれども、ですね、トンボというのはですね、本っていうのはいわゆる断ち切り線って言ったらわかるかな、いわゆる普通の本の仕上がり線というのがあるじゃないですか。あそこより3ミリほどですねはみ出て、なんて言うんですか、印刷するものなんです。でそれをトンボという印に合わせて切るとちょうどいい大きさになると。つまりどこまではみ出てどこからが仕上がり線であるかというのを示すのがこういう四角い、こうなん四角っていうか三角の、なんていうのかな、英語の L の形をですね逆さまにしたようなのを2つくっつけて、それがトンボというものなんですけども、それが多分ねいわゆる飛んでるトンボに似てるからトンボという語源なのではないかと私なのかは思っておりますけれども、実際の語源すいません全然わかりません。今度機会があれば調べてお話しいたします。そういうトンボというものが入るとですね、英語の本がですね、見開きで印刷した場合A4 に入らなくなるんですね。で何て言うんですか、見開きで、B4、英語の本の見開きが、トンボも入れて B4 に入るということで、そうなんです、出来上がり英語の本なんですけど B4 の紙をですね、私今500枚持ち歩いてることになりまして、500枚といえばですね、なんていうんですか、コピー用紙の一束ですよ。一束っていうか紙に包んで売ってる大きさですよね。まあそういうわけでですね、私大変ちょっと重い荷物を持ちながら今テケテケ歩いているわけでございます。後ろは佐川のお兄さんがですねなんか言ってます。道歩きながらですので、時々パトカーが来たり何が来たりして、いかにももう不審極まりない感じなんですけれども、今大変ね、
今ちょっとなんていうんですか、徒歩ラジオをですね、いろいろいろんなやり方で試してみようと思ってるんですけども、今はですね、携帯電話で、今で iPhone で話してるふりをしながら録音しております。そうするとですね、もしかして、マイクにも口を近づけられるし、一石二鳥なのではないかと、そういうふうに、まあ、考えながら今、デケデケと道を歩いているところなのであります。まあ、本当は画像の方もなんとか映せたらいいなとか思うんですけれども、一応ね、ユーストリームの、ユーストリームの決まり事っていうか、ネット動画全般の決まり事かと思いますけれども、やっぱ今肖像権とか昔と違ってうるさいですんで、なるべく人のお顔が映らないように中継しなければならないと。そうなりますと画像が全部上を向いてるか下を向いてるかになってしまい、ちょっとあんまり面白くないかなと。だから例えば運転ラジオなんかでも中継やってますけど、車が別に鮮明に映る分にはまあいいかなというふうに思うんですけれども、あまり通行人の方とかが鮮明に映ってしまうとかえって困るので、画質はそこそこ以上に綺麗になるとかえって困ったことになるなぁなどと思っております。まあそういうわけでですね、いや画像がね綺麗になると困ったことになるっていうのは、実はユーストリームだけの問題ではなく、地上波デジタルなんかね、久しぶりに駅から自宅までテケテケと歩いているので、結構な距離に今なんか大変ちょっと、うわ家遠いとかいうふうにちょっと思っているとこなのでありますが、もうちょっと頑張ってみようと思います。話しながらって結構大変ですね。まあそういうわけで、で画質の話ですよ。で画質なんですけれども、あんまり綺麗すぎるとですね、かえって困ったことになるっていうのは、今地デジ化でなんていうんですか、女優の皆さんはどうも大変なことにおなりになっているらしいと。でまあ私はなんていうか、女優さんのことはさておき、地デジになったばっかりの時に、早々に地デジを導入した友人のところに遊びに行きまして、それでですね、大丈夫かな、ちゃんと録音されてますか、はい、まあ、そういうわけで地デジを早々に導入した友人のところに遊びに行きまして、で何インチっていうのかな、まあ、とにかくものすごくでかいんですよ私の友人。もうなんてプロジェクター使って映したようなものすごくバカでかい、なんかなんていうのかな、風呂桶みたいにでかい、とにかくでかいテレビがあって、そこに地デジでね、私が遊びに行った時にはたまたま今和の清志郎さんのライブの様子が映し出されておりまして、で、清志郎さんが、その大画面にですね、いっぱいいっぱいアップになりますと、なんていうんですか、もう毛穴まで見えるんですよね。いや私今和の清志郎さん大ファンで CD もいっぱい持ってるんですけれども、いや毛穴まではファンではないので、なんかね、月に行った宇宙飛行士みたいな気分、遠くで見てると月はとってもね明るく輝いて美しいんですが、行ってみたらアバターだらけでしたみたいな、そういうねかなり残念な気持ちになったりしたんですけれども、今ねもうそういう事態がですね、大変大勢の方が多分そういう事態に遭遇なさっているのではないかと思います。例えば政治家がアバターだらけというのは別に何ら困らないわけですよ。別に政治能力というのは、顔の綺麗さで決まるものではありませんので。ただただあんまり悪人顔だとね、ちょっと選挙の時に困るのではないかと、そういうふうにまあ思うことはありますが、まあその程度で、基本的によほどの悪人顔でない限り、まあ顔はあまり政治家さんには関係ないのではないかと思っております。まあ、顔で言いましたら小沢さんなんてもう悪大感以外の何者でもないわけでして、まあ、それもそういう方でもね十分全く政治家として立派であれば、まあ、特に問題なくできるんですけれども、芸能人はそうはいきません。芸能人というのはですね、なんて言うんですか、言うなれば美貌もこうギャラのうちというわけじゃないですか。
なんか車が通ったりしますのでお気になさらず。はい。で、芸能人っていうのは美貌も、まあ、男性も女性もね、美貌というのもまあ、ギャラのうちじゃないですか。で、美貌を保つ、まあ、なんていうんですか、義務みたいのもまあ無言のうちに課されているわけなんですけれども、ですね、私は先日スマップの中居くんのですね毛穴を大写しで見てしまいまして、いや全く別にもう実はスマップの中居くんって私と同い年なので、別に毛穴があろうが何があろうが全く問題はないのですが、いやちなみに、今日娘と話をしていまして、宇宙戦艦ヤマト、ママ見に行くのというふうに言われまして、いやあなた見たいんだったら一緒に行こうよと言ったら、私キムタク好きじゃないから行かないと言い出します。で、キムタク好きじゃないのというふうに言いましたらですね、なんでキムタクが好きじゃないのかと、そういうことを聞きましたらですね、だっておじさんなんだもんって言うんですね。なるほど、確かに確かキムタクは私よりいく、スマップの中居くんが私と同い年なので、キムタクは多分もうちょっと下だと思うんです。でもいい加減30過ぎた、おじさん、少なくとも自分の母の同級生という、同級生と同じぐらいの年代の人をどうも子うるというか、そういう人に憧れるというのは、確かに中2の14歳の美空ではなかなかないかなというふうに思ってしまいます。やはり嵐のね若い子の方が良いのかもしれません。で、何の話をしたかもう忘れちゃったんですけども、顔の話ですよね。まあ、芸能人はですね、顔の要するに美貌を保つとか美貌であるということがですね、もうなんていうんですか、ギャラのうちに入っておりますので、地デジ化で大変なことになっているし、なるのではないかと思います。まだまだね、地デジの普及率は 100% ではありませんし、地デジに買い替えてもまだアナログという、私の実家のようなうちもまだまだたくさんあるのではないかと想像されます。まあそういうわけで、はい、すいません、テクテク歩きながらなので時々休み休みお話します。いや話すっていうのは意外に腹筋使うんですね。なんていうんですか、いわゆるねダラダラ話と違って、意味のある話をするっていう時は多少やっぱり聖火丹田に力が入るっていうか、へその下あたりにちょっと力入れて気合の入った言葉を喋らないと、どうも意味ある話は私の場合はできないみたいですね。ダラダラ喋りというのがちょっと難しいようで、なんか結構今重労働をしたかのように大変疲れているんですけれども、ちゃんとこれで無事家まで着くんでしょうかと、まあ思いますけれども、まあ話を続けます。まあ、そういうわけで、まだまだね地デジは普及が 100% ではありませんし、なんていうんですか、まあうちの実家のように、すいませんさっきも言いましたね、うちの実家のように地デジは入れた、なんていうか地デジテレビは入れたけれども、まだアンテナの方がアナログのままというご家庭も多分多いと思います。それでですね、来年7月ですか、なんていうんですか、アナログ派が停波しますけれども、それに合わせて、まあ、テレビを見たい方はですね、一斉に、工事なりテレビを買い替えるなりして、地デジに変えるんでしょうけれ、地デジの方に変えるんでしょうけれども、そしたらですね、問題は男性の俳優なんかはいいですよ、肌のことは目をつぶりましょう。でも問題は女性ですよね。特に多分これ日本では特にそうらしいんですけど、肌の綺麗さっていうのをすごく重要視しますよね。色が白いことであるとか、シミがないことでありますとか、肌のキメが細かいことでありますとか、そういったことを非常になんていうか気にするお国柄ですよね。なんていうのかな、日本人が清潔好きっていうのとちょっと関係があるのかもしれませんけれども、まあそういうわけでですね、なんていうんですか、そう、肌の綺麗さはすごくこだわる民族
だと思います私。実際になんかね化粧品の話を読んでて、そんなような記述を読んだ記憶があります。で、地デジですよ。でね、地デジ化が本格的にこう決まった時に、メイクアップアーティストの人が退去してハリウッドに修行に出かけたという話を聞きました。いわゆるハリウッドに行って、高画質のね、映像の時に、肌をきれいに見せるメイクというのを皆さん学びに行かれたんだそうです。実際か本当は分かりませんけどね、これ確か雑誌の記事で読んだのかな。で、退去して行かれてですね、で、でもうすでに、で、なんていうのかな、メイクアップアーティストの方は向こう行って勉強なさってきたんでしょうけれども、すでにもう女優の肌の汚さというのは私の周りでかなりの話題になっております。特にそういうのにやかましいな、だいたいおばさんと決まっておりまして、まだ私の世代ですとあまり話題になってないんですけれども、うちの母ぐらいになりましたら、なんとかさんの肌は汚いと、女優のなんとかもこんなに肌が汚いとは思わなかったと。いや別に、なんていうか、いくらなんでもね、肌の綺麗さもギャラのうちとはいえ、なんか肌が汚いだけでそこまで貶めることはないのではないかというふうに私などは思ってしまうんですけれども、とにかくまあね、視聴者というか一般市民というのはそういう話題がお好きですから、誰それさんの肌は汚いとか、うちの母はね、そういったことと、あとかつら評論家でもありますので、男性のキャスターなどのね顔を見るなり、うん、かつらとかね、かつらかかつらでないかはキャスターの価値とは関係ないのではないかと思ったりするんですけれども、とにかくうちの母はこの人がかつらかどうか見抜くのに何ですか、地道を上げておりまして、そういった方々からするとですね、あの人は肌が綺麗だの汚いだのいうのは十分話題に、なんていうんですか、上りやすい、話題に上りやすい事柄のようです。そういうわけでですね、思わぬ地デジ化による弊害のですね、副弊というのが変なところから、出てきたわけですけれども、なんて言うんですか、いや本当にね、画像っていうのは綺麗ならば良いかって言ったら、それはちょっとね、ちょっと微妙なものがありますよ。それはゲームもそうですけど、例えばゲームなんか昔、いや、ジャギジャギのギザギザ線でも、みんなこう、なんて言うんですか、想像とか、そういったものでね、補ったりしてきたわけじゃないですか。それでも楽しく遊べたわけで。で、もう今や、ファイナルファンタジーなんて、もう動画部分はこれは実写かと思うような綺麗さ。で、別に映画がね、CG 使った映画が綺麗になるのは全く問題ないんですけども、今ね、だからその CG 使った、なんて言うんでしょう、動画で人の肌を表すときに、わざわざね、毛穴作ってますからね。最初にファイナルファンタジー7で話題になった、すごい綺麗な、立体動画ですけども、あそこでやっぱり感激したのは、瞬きしてるんですよね。キャラが時々瞬きをする。それによって、すごく、なんて言うんですか、リアル感が増すんですけれども、今なんかもう、綺麗になりすぎて、綺麗になりすぎると毛穴がないのはかえって不自然なんですよ。だからね、アップにして、3D キャラのアップのポスターとかあるじゃないですか。ああいうの見るとね、わざわざ毛穴作ってあるからね、その方が自然に見えるっていう、もう当然そういうことの、なんていうんですか、知識の蓄積からそういう風になってるんでしょうけども、毛穴をわざわざ作ってリアルに見せるっていうのは正直感動しました。はい、そういうわけでですね、なんていうんですか、だから画像もね、綺麗ならいいかっていうと、かなりそれね、よしあしだと思います。だって、私、家でですね、毎朝、ユーストリームをやってますけれども、
あんまり映像が美麗だと、それこそ戦国官房長官のカンニングペーパーの、カンニングペーパーっていうかメモまで見えちゃったみたいな、すいません、あのメモの内容なんだかよく知らないんですけれども、あの私も例えば、私のやってる仕事なんでそんな国家機密とか、仮にバレてもそんなに怒られるようなお仕事ではないんですけれども、あのなんていうんですか、人の住所とかね、そういうものが書いてあったらやっぱりやばいじゃないですか。なのでそういったあんまり綺麗になりす、あと綺麗に映像がね綺麗になりすぎ、あんまりユーストリームがハイビジョンになりすぎるとですね、あの掃除が面倒という、あのご存知の通り私のお部屋ははっきり言って、あのなんていうんですか、働いている女性なら誰でもそうですけど、掃除が行き届いているとはちょっと言いかねる状況なので、あのほこりとかね、なんていうんですか、そういった汚れとかがあんまり鮮明に見えてしまうと、いろいろと、掃除しろって言ってる、そういうツッコミはもう本当にその通りでございますとしか言いようがないんですけれども、そういうわけでですね、それで何ですか、そうそう、映像があんまり綺麗になりすぎるのも、こうなんていうんですか、手軽さからはちょっとかけ離れたものになってしまうなというのはつらつら思うわけであります。もともとゲームもね、あのいわゆる何ですか、8ビットマイコンですか、ああいった頃の時代のゲームでしたら一人でゲームのプログラムを作ることは可能だったじゃないですか。だけど今みたいな、もう対策、基本対策みたいなゲームになってくると、すいません、あの今自動車がいろいろ走ってますけれども、あの基本対策というふうなゲームの市場になってきますと、一人で作るのはかなり難しい。だからなんていうの、技術が進むのもよしあしだよなというふうに思ったりしますけれども、人間というものはね、一度進んだ技術から後戻りできないと、そういう動物ですんで、なんていうんですかね、アナログなものが残るかどうかは、あのアナログとかちょっと技術的に、先に開発されたものが残るかどうかは、それがより新しく開発されたものに比べて便利かどうか、そのあたりが、決め手になってくるのではないかと思います。そういうわけでやっと自宅の近くに着いてまいりましたので、今日のトモラジオは終わりにしたいと思います。いや今ね、電話をかける体制で歩きながらお話ししているわけですけども、荷物が重いこともありますし、久しぶりにちょっとバイクでなくテクテク歩いているので、かなりその辺もあると思うんですが、すいません、ちょっと声がねお聞き苦しいところがあるかもしれませんが、ご容赦くださいませ。それでは、また不定期にですね、このトホラジオを、録配信したいと思います。それではまた、お目にかかります。ですね、通常明日朝の8時から、評論放送をやっておりますので、どうぞ皆様お聞き、ご覧になってください。それでは、また。お相手は作家編集者のバーバラ飛鳥でした。